第1回ショータイムカップ、皆さんこんにちは、ショータイムゴルフです。今回はですね、習志野カントリークラブにやってきました。ここのコースはですね、今年の10月に PGA ツアーのドドチャンピオンシップが開催されるコースになっております。834、あ、めっちゃバラバラじゃん。だからパー74になるのを70にする。で、今回はですね、なんと賞金10万、今回ウォンじゃないです、円です。今日は3人のプロに、対決してもらって、勝者が10万円を獲得するという感じでやっていきたいと思います。今回のプロご紹介しましょう。竹内輝樹プロです。どうも、よろしくお願いします。はい、おなじみですね。右が日野川翔成プロです。どうも、頑張ります。なんかつけてます。最後にですね、シード選手の浅地洋介プロです。おはようございます。2回目の登場ありがとうございます。今回このショータイムカップにスポンサーしてくれた方は、岐阜県岐阜市にある金園町接骨院なりこの大会のスポンサーをしていただきました。ショータイムゴルフをご覧の皆さん、こんにちは。今回この大会をスポンサーさせていただきました岐阜県岐阜市にあります金園町接骨院です。当院はアマチュアゴルファーの方々をはじめ、学生ゴルファーやプロゴルファーの方々にも来ていただき、ゴルフに特化した治療を行っております。また当院は女性と男性の治療場所が分かれているので、女性の患者様にも安心して来院していただけております。私たちはこれからもゴルファーの皆さん、そしてショータイムゴルフに出演している若手プロの皆さんを応援していきますので、よろしくお願いします。プロでありがとうございます、はい、岐阜県岐阜市にあるみたいなので、なんか近くにいらっしゃる方はぜひ行ってみてください。はい、はい、お願いします。ショータイムではいつでもプロが集まった試合のスポンサー様を募集しておりますので、ぜひ概要欄からメールに送っていただけると嬉しいです。お願いします。皆さん意気込みを。もう今日勝ちに来てますから、もうね、ありがとうございます。10万円2万本とは大違い。勝ちですから今日は。そうですね、はい、翔成の今日の意気込みは、もうまず経費稼がないといけないの、僕はあの静岡から来た2時間半朝かけてきた経費稼がないといけないんで、10万円いただきます。赤字をスケプロン余裕余裕ですね。頑張ります。B グリーン、あ、 B グリーン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいんじゃない。お願いします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 。テイラーの最新ドライバー。最新ドライバー。ちっちゃいドライバー。最新ドライバー。ナイス。
やってまいりました、習志野カントリークラブキングコース。あれでしょ、ZOZO ZOZO ZOZO チャンピオンシップやるコースだね。 ZOZO 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 ZOZO。 狭いね。狭いですね。狭い。やっぱね、海外の選手にこれが日本のゴルフ場だぞと。あー、そうだね。こうテクニックだぞと、距離じゃないぞと見せつけてやると。このホールとかさ、彼がドライバーで言ったらオーバーしてくるね。ワンオン狙う人いそうっすよね。全然狙うでしょ。左普通に。左スプーンとかでワンチャン。スプーンでいけるんじゃないかな、300飛ばせれば。タイガーも来るらしいんで楽しみだね。楽しみですね。これは先輩もまあ出るチャンスは、出るチャンスはある、ありますね。まあこれが配信される頃には賞金上位にいたらね。期待はあると思う。得意の BS オープンもあります。そうだね、去年良かったからね。去年良かった。これ右アウトですね。これ右アウトですね。狙えないですね。これ完璧だね。これやっちゃいました。127ヤード。127ヤード P。 まずまず。115で。おっ、ベタピン。見えないピンに当たったらしい。ちょっと狙えないねこれは。うん、ちょっとピン狙えないんで完全にアウトです。何番今？7番。あんま小生と変わってないですね。何の話？何の？3番アイアンとか言ってました。あれドライバーって言ってませんでした。言ってないです、言ってないです。あれ新しいドライバーじゃないんですか？違いますね。 M6 の次のやつですね。違います。おかしいよ。ただの大オーバーの何が見えてた、何が見えたんだ。テルキみたいだね。フェアウェイから大体40ヤードぐらい。ちょっとでかい。いきなりピンチです。調整のバーディーパット7メートルぐらいのスライスですね。ちょっとスライス、ちょっとは微妙な距離を残した。テルキのパーパット、下りのどっちだろうな。ちょっとスライスかな。下りのちょっとスライス。
ナイスパー、ナイスパーです。耐えましたね、これは満耐え。浅地くんの4メートルぐらいかな、3、4メートルのバーディーパット、ちょっとフックだと思いますね。外した。動けました。調整の80センチぐらいこのパーパット、ちょっとスライス強いなこれ、しっかり決めて皆さんパー、全員パーで調理面を終わりました。ナイスセーブです。ナイスセーブです。すごい、はい、やっぱ2万の時と気合が違うね。当たり前じゃないですか。いやあの時もめっちゃ気合あの時は小事だったでしょ。うん、でもこれもらったわと、もらったわって思ってたから最初から勝ち試合ですね。2番は345ヤードのティーから5ヤード手前なんで、あ、5ヤード後ろから350ヤードですね、大体。240ヤードだもんね。ロバンカ難しいんじゃない？いや刻んだのにね。あ、刻んでないの？刻んでねえよ。あれアイアンじゃないのそれ？刻んでねえ、あのバンカラフですが問題ないですね。あれ違うもん、待って、さっきのじゃない、うん、こっちが最新ドライバー、そう、でも多分60ヤードぐらい違うでしょ。うわー飛んでるよ、いやー飛んでるわ、ナイスボール。翔成さん、あのラインじゃバンカーだって、
全然ライン違った。俺追い切りしてるのあの横のバンカーなんで。超えてるもんね、すぐガンチェないもんね。言うよ、あいつ。今日言うよ。めっちゃ言うやん、今日。翔吾がまず今日撮影なんだって言ったら、なんで俺を呼んでくれないって言ったで、いやお前怪我してるじゃんっつって、ああ、ああそうだね、結局行けないねって話になって、じゃあオープニング撮るとき俺に電話してって言われてたのを今思い出した。俺が電話でなんか、なんで俺を出さねえんだよって切れるからって言った。ああ、そうだ、いらないね。どっちみちカット。どっちみちカット。確かにいらない。いらないっすね。一番いらない情報を出された余計な仕事量、仕事のやつだけど、そうそうそう、間違いない。85ヤード。52で。ちょっとフォローでピン奥です。戻さないように。戻さないよね。ちょっと引っ掛けた。まあでも距離ぴったり。めっちゃむずいっす。うん。むずいね。コースの罠にしっかりはまる。プロのイマジネーションだよ。ピンはこっちですね。いや、ナイスワン。うまっ。何やの、何番？52度。距離わかんない。わかんない、52度。修正は70ヤードの60度。うん、70ヤードの60で。ちょっとフォローなんで、どこまで突っ込めるか。ライン出てるよ。ちょっとガッ、ナイス。でも男気、陳列しないと怒られちゃう。アベマどうだった？アベマめっちゃ緊張したっすけど、うん、コースがとりあえずめちゃめちゃ狭くて。あ、そうなんだ。はい、だからでも初めての、うん、まあアベマだったんで、もうすげえ楽しかった。先通過すごいね。いや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 、さすがっすね。コメントで応援していただいてありがとうございました。あの最終日ちょっと伸ばそうと思いすぎて、うん、いつも三鉄で、あれ三遊で打ってたとこ、ドライバーとかで攻めすぎて、なるほどね、ボビー2発ぐらい打っちゃって。攻めた結果がね。うん、まあ攻めたっていうか、ただバカなだけ。そんな奥でもなかったね、小生の。え？うん、その距離はあったっすね。超いい。まだっす。するだけだったら、うん、まあ誰でもできるんですけど、すっごいもうちゃんと根を傷つけないの、元通りみたいな、元通りに、そうだ、
A 型が出てますね。正面だ。バーディーパット。8メートルぐらいのスライスライン。足は右向いてるんですよね。足は右向いて左に打つっていう独特なスタイルでございます。浅地洋介選手、下りの 4,5 メートルですね。ちょっとスライス入ってるかな、ほんのちょっとだね。やっぱスライスが強かった。結構オーバーしたな。 1.5 メートルぐらい。井の川翔成選手、1.5 メートルのフックですね。外さないと弱かったら切れちゃうみたいな感じの。いやめっちゃ切れる。いやちょっと薄かったね。やっぱカップ外さないと切れちゃいますね今のは。プロのパーパット、ほぼストレートの上りの 1.5 メートル。うわー、もったいない。竹内プロのパーパット、80センチの微妙な距離。これも切れますね、結構ね。弱いと切れちゃいますね。しっかり沈めた。パッと ナイス。さあ、まさか浅地プロがワンオーバー、他の2人はイーブンパーということで、まさかの まさかの2人が勝ってるという。このホールで終わり。違う、そうです、そうです、違う、あれ2ホールマッチじゃなかったっけ。楽しいな。じゃあ待とうよ。帰ろうよ。忘れちゃう、帰るか。早いな、仕事終わったの。ね、うん、綺麗、超綺麗です。え、変わったんすか前と。うん、これでラウンド取るの初ですか。いや、この前カント取った。ああ、でもあのミンゴル企画面白いじゃん。いや、超滑ったでしょ。え、超滑ったじゃん、あれ。滑った、超滑った。1回目は面白かったです。1回目はね、なんかでもリアルミンゴルってやってる企画で、うん、ファン出てるの見たよ。ラフとバンカー2ってなクラブの方ラフトバンカー2ペナ、なかなかシビアだね。しかも5本しかない、うん、ね。何番？1番。
八番。ダメチ一号さん。一号さん。あ、大丈夫。ナイス。風がちょっと9番だ。帰りの GG スイングってやつだ。ナイス G。 ちょっと弱いなこれ。ああ、俺より弱い。141ヤードな。ライザンで言えよ。今まで回った中で商戦何個か出れんの、アベマ。いやもう一回なんツアーとか被ったら結構ツアーとか被れよ、ね、15メートルのバディパット。今日重いの？重いっすね。てかタイムすげえの持ってる。切り直す。切ろっか俺。どっちみたいな感じ。テルキのバーディパット。10メートルの上りスライス。どこまで打ってるか。弱い。オッケーあり。どっちもいいっすよ。いや俺はいいよ。ありオッケー。オッケーありにしようか。進行上ね。他二人が認めた場合。そうですね。オッケー。うん。サージプロのバーディパット7メートルぐらい。結構スライスきついですね。どうか。うわ、惜しい。ちくしょう。あ、ごめんごめん。調整のパーパット。これも結構微妙な距離。切れますね。いやちょっと読みづらいですね今日。
あのラインだったら切れると思ったんですけど、切れなかったですね。サジプロのパーパット。ナイスパーです。小生とサジプロがワンオーバー。終わり。竹内が3ホールマッチじゃん。でもお前イーブン、もうフォーペなくなってたよそのルールは健在なんですよ。そうだ、俺トップや終わったわじゃあもうちょっと続けましょうこの調子でいったらなぁ、いいんだけど。頑張ろう。リングオーダー難しいね。トップやの今のとかも絶対切れるケースじゃん。さっきの、あの前のバーディーパットがよぎったんで切れんのかな。ね、切れると思ったよね。出上がった。はい、どうぞ。はい、ご視聴いただきありがとうございました。今回、協賛していただいた金園町接骨院さん、本当にありがとうございます。この動画がいいと思った方は、高評価を、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。うまい、ナイスバーディー、ナイスバーディー。